ロマンティックで先日の愛らしいピアノ曲です。そして2曲目はキャロル・オブ・ザ・ベルズ。こちらはウクライナ民謡をもとにマイコラ・レオントービッチュという人が編曲した合唱曲です。作曲から、ね、もう100年以上経っているんですけれども、本当に最もよく歌われるクリスマスソングの一つになりますね。さまざまなジャンルで、そうなんです、ハードロックとかメタルとかね、そういうハード系でもカバーされているんですが、今日は美しさを含めたバイオリンアレンジでお聴きいただきました。そして3曲目です。こちらもう28年前になるんですね。マライア・キャリーが歌って今や世代が国境を越えて愛され続けるクリスマススタンダードナンバーになりました、恋人たちのクリスマス、この3曲をお聴きいただきました。続いての曲もクリスマスソングなんですが、タイトルフェリス・ナビダです。フェリス・ナビダ、これスペイン語でメリークリスマスのことなんですけどもね。はい、スペインで生まれた陽気なクリスマスソングです。アメリカとカナダ、スペイン語圏ではめちゃくちゃ有名な、ね、クリスマスソングなんですけどね。はい、今日は大地さんのボーカルメインで歌ってお届けしたいと思います。
Thank you.
1曲目はピンクパンサーのテーマですね。1963年公開の映画ピンクの豹を第一作とする映画シリーズのテーマソングです。そして2曲目は1962年制作の映画酒とバラの日々のテーマ曲です。田村大さん、ね、素敵なギターソロでお聴きいただきました。そして3曲目のタイトルは小僧の行進ということでね、あの小僧というのはちっちゃな象のことです。ベイビーエレファントウォークという曲ですね。こちらも同じく1962年の映画ハタリという、ね、映画の挿入曲です。ハタリというのはスワヒリ語で危ないという意味です、ね。はい。車の CM とかビールの CM とか、あのよくバラエティ番組の BGM でよく流れてるのでね、聞いたことはあるけどタイトルは知らなかったという方もね、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。ある朝目覚めたら神様が待っていた。象のお父さんは命に終わりが来るとそっと知らされた。どうして僕だけがさ旅立つのか。運命のさざ波に声が届かない。
急便、オープニングを飾った主題歌ルージュの伝言をお届けいたします。Thank you.
皆様本日は誠にありがとうございました。クリスマスお楽しみいただけました。